はい、どうも、だらけです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアムのこの3通貨をやっていきたいと思います。今日はですね、結構イーサリアムがね落ちてきています。まあこれにはね一つの根拠がありますので、そちらはね、記事の方で話していきたいと思います。全体的にね赤が、マイナスがね多い感じかなというところですね。はい、はい、じゃあまあ早速記事から見ていきます。はい、金担保の BRICS 共通通貨実現は非常に厳しいという記事です。エコノミストのリン・オールデン氏は5カ国が、共通の BRICS 通貨を開発するという提案に疑問を投げかけた。その理由はこの提案を軌道に乗せるのが難しく、また米ドルの覇権を覆すことができないと見てるからだ。南アフリカで開催されている BRICS 年次サミットの数日前、オールデン氏はコインテレグラフのインタビューに答え、BRICS メンバーであるブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの広範囲に使用するための金担保通貨を形成することは非常に難しいと答えたということですね。はい、ロシアのウラジミール・プーチン大統領は2022年の BRICS サミットで米ドルと競合する国際基準通貨を創設する BRICS の提案を初めて発表したと。この提案は後に金担保通貨の形で実現することが確認された。しかしオールデン氏はそのモデルに欠損があると主張する。金で部分準備銀行制度を裏付けることは通貨単位が金よりも早く増えるため、一時的にしか機能しないと語ったそうです。はい、まあ、つまりですね、まあ、そのアメリカとロシアがね、覇権を握るために今争ってるところで、ロシアが自分たちのね、中国とかも一緒に肩を並べて共通の通貨を作ろうよというふうに言ってんだけども、そこに苦言を呈したという形になっております。はい、これによってですね、もしこれが加速していくとですね、もし、仮想通貨にもね少なからず影響を及ぼすんじゃないかというふうに言われております。そうなってくると、まあこれ2パターンあってですね、ドルがまああまりね使われなくなって、ビットコインとか、こういうね、5カ国協議でこう行われるこの通貨、共通通貨とかにね流れ込む可能性と、逆に こちらの欠損が目立ち始めて、ドル買いがね進んでいくというようなね形、この2つパターンとして懸念が、あるので、一応ビットコインも、そこにね影響する可能性はあるよというふうな形で言われております。はい、続きまして、中国マイニングで終身刑でもビットコインは下げしぶるという記事です。はい、BTC は6月の上昇をほぼ全戻しする形で2万5000ドル台まで値を崩すと2万7000ドル近辺まで反発。サポートだった200日平均移動線に跳ね返されると2万6000ドルを挟んで揉み合い、推移が続いていた。 XRP の反発もあり、収縮でいいのかなは、2万6000ドル台前半で、推移が続いていたが、バイナンスが欧州で出金トラブルを抱えていることが SNS で拡散。BNB、バイナンスコインが年初来、安値を記録する中、BTC は2万5000ドル台に値を下げたということですね。同じ頃、ETC の創設者、ビタリック・ブデリン氏が 1.4 億円相当の程度の、ETH をコインベースへ送金したという情報が流れました。このタイミングでイーサリアムがですね結構単独でねストーンと落ちる場面がありました。これが、まあ、結構ですね今 2% ぐらいね、落ちてきている理由になっているということですね。さらに中国で元政府高官のマイニング業者に行使を図ったとして、終身刑を宣告されたことが検挙され、BTC は2万、5000ドル高まで値を下げた。しかし、先週つけた最安手前で切り返すと2万6000ドル台を回復しているということですね。
はい、マイニングでね、終身刑までね、行くってね、まあ、中国すごいですね。そう考えると。はい。まあ、そんな感じです。はい。ということで、来月のですね、重要イベント、9月13日、米消費者物価指数の CPI、そして9月21日が連邦公開市場委員会の FOMC ですね。こちらがありますので、押さえておいてください。はい。そしたらですね、冷やしの BTC、ビットコインからやっていきたいと思います。はい。ビットコインは現在ですね、今年入ってから、底値を打って、ここからずっとね、こう上昇トレンドにこう乗っかってたんですけども、ここ最近でこの上昇トレンドを割ってきましたと。これが上昇トレンドね。で、これを割ってからですね、割ってから、これ見てもらったらわかるんですけど、上値をですね、やはりこの上昇トレンドにね、押さえつけられるような形で上げ渋っているという形になっております。それとですね、まあ、サポートではないんですけども、ここでつけてたこの下降ラインがあるんですね。こういう下降ラインがあるんですけども、これ見てもらったらちょっとね、わかると思うんですが、これ下降ラインね、これがね。この下降ラインで、一応サポートされてるんですね。実体線レベルでは。ただし、何回も下を試してですね、下髭をこうやってね、1回、2回、3回とね、つける場面があります。まあ、つけて、一旦ストンと落ちるんだけども、回復して、下降ラインの上までね、戻すみたいな展開がこうやって続いてるということですね。で、今またもう一度ね、こうやってね、落ちてきようとしてますけども、まあ、ここはね、今のところは、サポートされて、なんとか食いとどまってるって形ですけども、もう一段階またね、ストンと落ちてくる可能性も全然あるかなというところですね。はい。じゃあ今後上がってきたらのね、見方としては、やはりここからね、直近の最高値で、最高値の454万円から引かれるこの下降ラインですね。ここの上限タッチと、上昇トレンドでね、この上昇トレンドの、上値ですね、ここが、まあ、やはり壁になってくると思いますので、この辺が、次のね、まあ、ハードルになってくるということです。で、上がってくると、この405万円ほどのね、ここっていうのは、やはりこのダブルトップのネックラインになりますので、この辺も意識されてくるというふうに思っておいていいと思います。はい。で、まあ、個人的な見解としてはですね、今、ちょっと今日取り上げなかった記事なんですけども、やはりビットコインがちょっと最近売られすぎてるんじゃないかみたいなね、話が記事で出ておりました。それがコロナショックの時ぐらいの推移になりつつあるよねということが、言われているんですけども、そういったことを考えると長期で見たらロング勢たちが入りやすいね、今状況かなというような意見もあるんですが、まあ、中期的に見たらですね、今のところはもう1段階かもう2段階ぐらい落ちてからですね、そこからも上昇波を作ってくるみたいな、そういう形は全然あるかなというふうに思います。長期的に見たらね、もちろんね、もう買いは買いなんですよ、やっぱりね。はい。そうなんですけども、中期的に見たらそういった形で思っております。まあ短期的に見てもですね、まあちょっと今ね、どっちにも入りづらいところはありますよね。皆さん方向感をね、試してるような状況ではあるので、まあなかなかちょっとね、踏み出しにくい相場ではあるんで、ありますよね。上値も重いし、底値も厚いと、落ちても下髭つけてね、回復はするものの、さほどね、上がりもしないみたいな、どっちつかずの時が一番ね、参入しにくいというところがありますので、まあ、短期勢は今のところは、まあ、入る必要はないのかなという感じで思っております。はい、じゃあ続きまして、リップルです。はい、リップルは、裁判のね、鍛え上げで、上げたところからずらーっとね、落ちてきて、まあ、8割、9割戻しぐらいね、まだ落ちてきてから少しだけ反発しました。まあ、一時期は71円まで落ちて、反発が81円ですね。ちょうど10円幅ぐらいね、上がって、で、今ももう一度少しタラタラ落ちてきてるという形ですね。まあ、形的にはですね、チャートの形的にはこういうダブルボトムを描いてからの上昇ですね。っていうところが可能性として考えられるというのと、ダブルボトムがこうやってね、失敗した時に逆にダブルトップを描いてからの下落ですね。
こちらの方も懸念した方がいいかなというふうに思います。はい。で、まあ、仮にですね、全戻し、完全に全戻しまで落ちてきたら、このね、横軸、64.7 円の、この横軸のライン結構ね、厚いと思っていて、まあ、かなりね、サポートレジスタンス、サポートサポートサポートっていう風に、レジスタンスで過去も見たらこの辺ではサポートされてたりしますので、このラインをね割ってくるっていうのはねなかなかないのかなと思いますし、もう一つこういうね上昇トレンドがありますので、この上昇トレンドとこの横軸がねちょうどこの辺固まってますので、ここより下がるっていうのはなかなかねないのかなと思います。よっぽど大きなファンダとかね波がない限り、なかなか落ちにくいのかなと思いますので、逆に言えばその辺が買い場ですね。はい。逆の逆を言えばですね、そこも割ってきたら相当なね、下落が考えられますので、そういった戦略でね、考えていった方がいいのかなと思います。はい。大きな買い場にもなるし、そこが信頼されてる分、裏切られた時は下落がね、進みやすいというふうに、考えておいていいのかなというふうに思っております。はい。じゃあ続きまして、イーサリアムですね。はい、イーサリアムが結構ね落ちてきたという記事をさっき見ましたけど、まあ、ただし今年始まってから上昇トレンドが続いてます。まあ一回ここね落ちたんですけども、ちょっと見にくいですね。はい、一回ここね落ちたんですけども、まあへばりついて一回戻してきて、ちゃんとね、でなんやかんや一回落ちてからサポートされてから、そこからね、一度もタッチしてませんでした。で、今はこうやってね、落ちてきてるんですけども、まだね、下限タッチまでは来ていないんですね。で、この横軸で見た時の22万9000円ライン、ここがね、一つサポートラインと聞くと思いますので、まあ、ちょっとリップルと似てますけども、この2枚舌でね、こうやって、一応サポートラインがあるっていうところは、まあ、ちょっと結構強いね、サポートラインで支えられてるなという印象はあります。ただここぐらいまで落ちる可能性はまあはあるのかなというふうに逆を言えばね思っております。ストンと落ちたところが23万3000円ぐらいのこのね場所なんで、もうちょっと落ちてきて22万9000円とか、22万7000円とかですね、それぐらいまでの下落っていうのは一つ見ていて、その辺ぐらいからねしっかり買っていくっていうのも一つの買い場にはなってくるのかなというふうに思います。短期的にはですね今全然参入できないし、中期的にもちょっと様子見かなという段階ですので、今のところはね反発もまあそんなに強くない。ただ下髭はまあまあつけてる。まあただ半値戻しぐらいまでしか、半値戻し行ってないぐらいかな、戻してからの今ちょっとだけ陽線が出てるって感じですので、ここがねどっちに動くのかというところをねしっかり見定めてからでも遅くないのかなというふうに思います。はい、まあ、今月はですねそんな大きな動きないのかなと思います。で来月も、まあ、いくらか動きはあったとしても、まあなんかそのね、確定っていうか、なんですかね、大きな、その、上昇波が来るみたいなね、そういった流れというよりは、上がったり下がったりしながらもですね、ちょっと方向感がつかめないような動きを見せる可能性が強いのかなと思います。10月ぐらいからですね、僕としては上がってくるのかなと思っていて、まあ、とりあえずトレーダーがですね、一応夏休み期間終わるっていうのもあるし、過去のデータから見てもやはりですね10月11月ぐらいから結構ねボラティリティもだし出来高もですね、結構増えてくるという傾向がありますので、それぐらいまではちょっとですね、なんかちょっとなよなよした動きみたいなね、そういった可能性はあるかと思います。はい、まあ、ただ今ファンダでね結構下がってきてる部分が大きいので、まあ、いいファンダが出たりですね、まあ、逆に悪いファンダが出るってなると、まあ、もちろんね、どちらかにストーンと落ちたり上がったりっていうところは考えられます。で RSI がまあどうしてもですね冷やしレベルでもう売られすぎ水準までね3通貨とも言ってますので、やはり買い時っていうところはですねしっかり探りつつも、上昇チャートの動きをね見張っていくっていう形を取っておいた方がいいのかなと思います。のほほんとねまだまだいいかという感じでもないというふうに思っておいてください。はい、ということでですね今日の動画が良かったと思う人はチャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。僕が使っている取引所はビットバンクですので、同じのを使いたい方はですね概要欄の方に載せておきます。はい、最後に、ルーレットやって終わります。ドン。
上昇っていうことで、明日はですね、反発がね、もしかしたら来るかもしれないみたいな、そういった結果になりました。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。